ワイド特集では毎日新聞が賞金1億円にしたと、はい、これはすごい話ですよね。なんで、ね、41億5000万円を1億円に減資する、はい、何なんですかねこれはね。あ、まあ、中小企業登録になるん で, 中小企業になるんですよ、ね、税制とかいろんなことが優遇されてるんですよ、うん、まあ、これはあの、ね、アトキンソンさんがこういうのをいっぱいやってるから大企業ができないんだと。そうそう、だからこれはまさにアトキンソンの言う通りなんですよね。あの中小企業のままでいて、うん、大企業にならない方が得だと思って、いるマインドになっちゃうと、起業家が、はい、そういうことなんですよね。まずあの減少分の資本金40億5000万円を剰余金に振り返ることで、はい、30億円超えとみられる繰越損失を会計上は一掃できると、うん、それから中小企業になることで税務上のメリットも少なくない。中小企業には欠損金の繰越、繰り戻し還付、投資促進税制などさまざまな優遇措置がある。例えば固定資産税の特例措置では、一定の条件を満たす機械装置などを新たに導入した場合、固定資産税が3年間にわたり半額に減免されます、うん、しかし中小企業家はメリットばかりではない。株式会社としての信用力が低下する。資本金が減れば新たに大きな損失が発生した場合、穴埋めも難しくなります、うん、15年に経営不振に陥ったシャープが1200億円の資本金を1億円に減資しようとしたことがある。だが毎日もその時は言ってたんだけど、うん、大企業の課税逃れとの批判を浴び、はい、5億円の減資に変更せざるを得なかった。その時は批判し、あのシャープは批判してたけど、自分とかはすぐ減資しちゃったんだけど、そう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 、うん、これすあのよく文春もこの記事を見つけてきて、はい、皮肉に書いてます、ね、偉いです、はい。いやこれは本当に、新聞ってコンプライアンスコンプライアンスとか言うくせに、こういうのは自分たちはシャッとやるっていう、せこいですよね。文春の止めは経営は火の車だが、はい、新聞協会賞を最多受賞してきた毎日ジャーナリズムの火を絶やしてはならないと。これが止めなんだけど、はい、耐えるものは絶やしていいんだよもう、はい、もう今中国の紐付きなんだし、そうですね、はっきり言って、はい、うん、でも俺別に毎日新聞がなくても誰も困らない、はい。資本金1億って言ったら大した会社じゃないってことになりますよ本当に、うん、はい、もう全然大したことないですよ、うん、はい。毎日分が潰れたら困るの毎日の社員だけだろ。そういや本当そうだと思いますね、うん、はい。それ文書が潰しならないってこう、はい、うん、言うほどのもんではないです、ね、新聞かと、はい、また痛い、はい、いや本当あとね、これ銀行のさ、はい、預金通帳が1100円だと、はいはい、いうことになるんですよ、はい、今度ね、はい、貯金通帳紙で作ると、はい、でも俺なんか困っちゃうなと、はい、はっきり言って、うん、紙でやってんだから。小森大丈夫なの？両方やってんのか、うん、ウェブでっていうことですよね。そう、はい、ウェブでみんなやると、はい、だけどね、これがあの、いや1月18日以降だよ。これはみずほではね、はい、あの他の銀行も大体それに右慣れてやっていくんですよ、うん、三菱 UFJ はいいのかな、はい、ただしこれがね、読んだらねちょっと安心したんだけどね、有料化は新規口座開設者のうち70歳未満の人が対象。あ、70歳以上の人たちはネットの利用環境下にないケースが多いことから変わらず無料のままだと。だから我々はいいんだよ、はい、そう。地銀債大手の横浜銀行も2月16日からやはり70歳未満の新規口座開設者を対象に1冊1100円を徴収すると、うん、そうだ。三井住友銀行も4月以降そうするんですけど、額は年間550円、対象は18歳から74歳、だから俺は大丈夫、はい、という感じなんですね、はい、はい、よかったどうなの、嫌だなと。利息もつかないのに通帳作ったら金取られるっていうのに合わないなと。いや、とっととなくすべきだなと僕はずっと前から思ってましたけどあのあれだけが頼りなんだよ俺海外の、銀行は前から郵送で来るんですよね、うん、だから郵送代がかかるから、なんか、年間平均
金額が50万以上とか、うん、そういうふうにしててもともとそのあれがなかった、うん、通帳ってもんがないから、うんうん、郵送で残高がね、まあ、来てたんですけど、うん、だからそうすればまあお金取ってそうすればいいかなというふうに思いますけど、うんまあ、今だけど銀行行くとさ、はい、あの銀行員がさ、うん、全員出てないじゃない、はい、少ないんだよ、はい、少ないですね。だからやたら時間かかるんだよ窓口が。 あれ困ったもんですね、はい、すごい待つんだよ、はい、でもコロナ出たら閉店っていうか、えコロナが出たら銀行員で閉店しなきゃいけないからすごいペナルティーなんですよ金融機関っていうのは、はい、なるほど。だから大変なんだと思いますけどね、はい、窓口処理はもう1人1000円とか高額取らないとなんかどうしようもないことで、まあ、何した意図はね、はい、理解してください。そうですね、そう思いますね、はい。本当なんかどうでもいいことね、印鑑の登録がどうこどうことかの、それで来てる人たちもいるんで。前言ったかもしれないけど、はい、一番腹立ったのはさ、はい、小銭預金受け付けないってやつだよね。あ、ガチャガチャガチャだったよ小銭に、ねはい、前はほら、うん、なんかあそこにちょ預金機にポンと入れてさ、はい、小銭でも、はいはいはい、そうすると計算してさ、はい、出してくれたじゃない、はいはい、あれやんないんだよ。あ、今ダメなんですか。ダメなんだよ。え、知らなかった。あ、違う、それはいいのか。それはいいんだ。それはいいんだ、はい、それはいいの。だけどそ持ち込むのがダメなんだよ。窓口なんか、そうそう、窓口でやってくんないんだよ。なるほどなるほど。でそのガチャガチャに入れるのは限られてんだよ、うん、額が、はいはい、うん、いくら忘れちゃったけど、うん、あ、なるほど。でやってくんないの。郵便局はちゃんとやってくれるんですよ。あ、なるほど、うん、僕は家に帰ったら小銭は全部箱にボーッと開けちゃうから、はい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 、はい、結構たまるんですよ。あ、いいですね。一箱でその5万円とか6万円とかすぐたまるんですよ、うん、はい、で持ってってたわけ、はい、したらある日銀行から断られたのダメなんだよと思ったんだけどこれが俺のやり方だと言ってた、ね、郵便局は大丈夫でした、はい、なるほど、はい、それでね、はい、そうそう、週刊誌でね、はい、総選挙の予測っていうのをやってるんですよ、はいはいはい、もう、菅解散で過半数割れ、自民が公明党密約。まあこれ解散がいつあるか分かりません、はい、6月じゃないかという説もありますが、はい、都議選と一緒にダブル選になってるんだけど、はい、でもそれはもうなんとかそれを外そうと言うんでですね、はいはい、公明党が暗躍してですね、外れそうだと言うんですけどね。でも2人の選挙通過ですね、自民は49議席減とかですね、うん、29議席減とかですね、はい、減と言ってますね、うんまあ今が多いからね。そうですね、いずれにしても、まあはい、減るわけなんですけど、安倍さんがずっと圧勝してきましたからね。そう、6連勝しちゃったからね、はい、その選挙でね、まあ、これまだでも割れないですよね。全然わからないレベルですね、はい、これいつ選挙があるかわかんないから、予測だってね、はい、わかりませんよ。